Hello, hello, welcome back. Here we are, getting ready to continue on. Let's see. Yep. So we're going to try to finish out Haruka Akiyama's story. Wow. Okay, so good thing there's a text right here, huh? いらっしゃいます。アポイントされた方の。アポは入れてないんだよ。殺された大。お待ちください。よろしく。So damn casual.Hey, that actually worked. I'll be damned. Shacho, Sky Finance の秋山さんです。どうぞ。大阪芸能社長の加瀬谷です。Sky Finance の秋山と言います。先日亡くなられたダイナチェアの社長の件だとか。You look like older Daigo, doesn't he? そうです。どうぞ。You know, Daigo that let himself go. And this president guy is just so damn casual over it. うちとダイナチェアさんとは確かに交流がありますが、どういったお話でしょう。勝也さんは以前俳優をされていたんですね。Oh, this is Katsuya. これはまあ。インターネットで得た情報の受け売りですか。Whoa, you got to use the internet? Damn, you got one up on Kiryu. アクション俳優をしていたんですが、怪我をしまして。以来、俳優業からは足を洗って、今は裏方を。きっと、相当な演技派だったんでしょうね。どういう意味でしょう。芸能関係者独特のいやらしさなんて、微塵も感じられない。むしろ、どこから見ても誠実そうなやり手青年実業家です。いや本物以上にそう見えますよ。Damn, he's got a that's right, he's got a bullshit detector. 私はアクション俳優でしたから、残念ながら演技派じゃない。それより単刀直入に本題を言っていただけませんか。先日のパク・ミレイが自殺したという件、俺は他殺じゃないかと思っています。他殺？失礼ですが、あなたは彼女とどういったご関係で。彼女にそれなりの額の融資をしてました。I still think he's her ex-husband. そうでしたか。Just because, you know, he comes up after she reveals that. 債権者のお一人だと。まあ確かに、パク社長の自殺は彼女の人となりを知る者には信じがたいことです。私も未だに自殺したということが信じられません。彼女が他殺だという証拠があります。彼女の衣装は偽造されたものでした。偽造？そして偽造屋にその衣装を書かせた謎の依頼人はどうやらあなたとつながっている人物のようです。なるほど。それでここまで押しかけてこられた。あんたが彼女を殺させたのか。 Damn, straight up in his face。 あんたの事務所とダイナチアには朝からの因縁がある。それに現に今もプリンセスリーグでしたっけ。確かあれでお互いの秘蔵っ子同士が争ってるはずだ。だから私が殺したと。少し冗談はお控え願いたい。パクさんの遺書を偽造したということについては。さあわかりませんね。ただ私もこういう仕事ですから、いろいろな人間と関わることがあります。もしかしたらその中にパクさんの死に関わっている人間がいたのかもしれない。Okay, then. ただ私には全く関係ないことだ。
どうぞ。これでお引き取りを。どういうことですか？口止め料？買収？名目はどう取っていただいても結構です。Can we just take it and leave? 認める。In the game here. ということですか？そうではありません。だが身に覚えのない噂だとしても、人一人の死に関わっているなどと騒がれては商売に支障がありますからね。大阪芸能という組織のトップとしてその噂の火種、買い取れるものなら買い取りたい、そういうことです。どうも誤解されているようですね。俺はそんなもんのためにここに来たわけじゃない。勝也さん、なんて本当に演技が上手だね。もしそうなら今でも役者を続けていますよ。こちらも材料が少なすぎたようだ。あんたを見くびってた俺のミスです。今日はおとなしく引き上げた方が良さそうだ。疑いは晴れなかったようですね。でもそちらも収穫は何もありませんでしたね。でもあんたが手ごわすぎる人間だってことが分かっただけで収穫でしたよ。Yeah, you better go get Phoenix Wright's help. You're pretty good at this kind of thing. もしも秋山さんです。あんたは拓社長の実少なくとも私。All right, who is this dude? Let's go. Back to Sky Finance. さあ。Keep flipping back and forth. おはよう。いつもよりない。踏ん張りどころ。勝てば誰もが。この事務所は。失敗すれば、デビュー前からこの。お願いします。ほな。Shit, held that one down. Oh well. Oh, I missed that one. Don't let go.
悪な動き。Ooh, good chunk of XP, nice. うまくいったよね。とうとうし。Yes, やはりパク社長の目に。そういえば。ああ、山浦。あ、遅い。秋山さんは。なんやで、な。大阪ゲーム。山浦。せやね。Oh, we didn't get a level up off that, really? Hmm. Yeah, well. Why is it highlight like that if there isn't actually one there? That's Haruka, weird.準備できたらこれ。わかる。はるか、今日 T セットにか。普通の生活にやり残したこと。わかります。Okay, so it's the point of no return. We see there's something special we need to do here.Okay, so, okay, when we get to the next part, the dressing room, we can actually skip the last battle, which means T-Set wins, but it changes all around to where it suits the story still. So I think Kaneko Haruka wins. Going by what this passage is saying. It seems kind of weird we have to do these two. Mouse is in the way. You know, it seems really weird we don't have to do these two, even though it says story. Same with this. I really appreciate this is there. I don't think I've talked about that before, but I really appreciate that this doesn't force you into a really cracky level. Dance is how you see it.楽しんできなさい。はい。よっしゃ。はるか。中井さんと約束したんだってね。私たちに負けたら大阪芸能に来るんでしょ。どっちにしたってダイナチアは終わってるみたいだけどね。These two could not quit me, Snoopy. こっちもいろいろ準備があるんや。知らない顔がいるかと思ったら新しいマネージャーさん。She have an LED, you know, choker? そっか、マネージャーさんも確か大怪我したんだっけ。すごいね、はるかちゃん。あんたマジで疫病神なんじゃないの。嘘。なんだか怖い。ちょっとあんたら、言うてええことと悪いことがあるやろ。やだ、おばさんムキになって怒っちゃってる。ほんと、やだね、ただの冗談なのにさ。やめてください。何を。私たち、なんかした。何もしてない。でも、それ以上言うと後であなたたちが辛くなるから。 Oh, look who's got some courage. 何よ、まさか完璧でいるの。 Finally, act like you're a curious kid. Don't take shit from them.この子らに何言うても無駄や。私負けません。社長のためにも
絶対負けるわけにいきませんから。いいわよ、その代わりうちに来たらたっぷり可愛がってあげる。今の言葉高くつくからね。ほんまにファンはあの子はるか大はっても、わせやん。Whoa, is that like a different one? Oh, eh? Didn't we have a different colored one? そんな風に言われると照れます。そうか。はい。失礼します。なあ、はるか。はい。この部屋で。わかってる。え？あんたはここ勝てば家におっても学校。逆に負けたら負けた、周囲が同情してくれる。けど、どないする？ Let's do this shit! はい。どんな辛いこと、今はもう。わかった。はるか？はい。ご機嫌いかがでしょう？タイム！司会のドルチェ・カミヤです。とうとうこの時が来ちゃいました。泣いても笑ってもこれが最後。プリンセスリーグ決勝、ファイナルラウンドの幕開けです。カミヤ、シャッパカップ、レッツゴー。説明不要でしょう。優れたパフォーマンスでより多くの観客からの支持をゲットしたアイドルの勝利です。決勝戦もついにファイナルラウンド。この戦いで獲得したポイントが勝負の分かれ目になるのは言うまでもありません。戦いが終わった時、プリンセスの座を手に入れるのはどちらのアイドルか。それではご紹介しましょう。まずはこちらのアイドルから。完璧なスタイルに一糸乱れぬ完成されたダンスパフォーマンス。シンメトリの美しさに見る者全てが引き込まれる。二人の親和性は偶然、それとも必然か。今世紀唯一無二の究極ユニット T-ZETそれでも歩み続けたプリンセスリーグの激闘の数々。強い意志を秘めた瞳が見つめる先にあるものは、紡ぎ出すは未来を描く決意の歌声。聴く者全てに希望を与える奇跡のアイドル、沢村はるか。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それではファイナルラウンド始めちゃいましょう。レディーゴー。 I keep forgetting that sound is so loud. Yeah, T-set my ass. It's gonna be D-bag when I'm done with them. Plain simple. Look at them, they're already panicking. It's mouse. There, the mouse.ずっと一緒だと指切りしたあの日思い返してる。青く澄んだ空、ぽつり浮かぶ雲が見慣れた君の笑顔に見えた。一人Even matching so far. So, I'm going to go to the next one.
Ah, crap. See, I wish you could just get like half points for doing that early. It is very precise timing. That's annoying. Yeah, this is a problem in the Yakuza 0 Dance mini game. Interesting that the idle key will not override the other, in the sense that they both had their power up icons active at the same time. ティーセットの2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。正直感動を抑えきれません。どちらも文句のつけようがないライブを見せてくれました。会場の皆様もそう思いますよね。しかしご存知の通り、 I like how everybody else is represented by 3D models, but the crowd is represented by those weird static background images that look straight out of 16-bit fighting game. 皆様の気持ちは十分伝わってきます。ですが、 Actually, they look like those generic crowd images from sports games of the fifth generation. That's what they look like. 集計が終わったようです。じゃあ結果発表の前に両アイドルにコメントをいただきましょうか。 T セットの2人、決勝戦を戦い終えて今の気持ちはどうでしょう。 Fuck them. We don't care what they have to say right now. 自分たちのパフォーマンスを出し切りました。 The bitchy brats. 結果発表が楽しみです。アルカちゃん、今のお気持ちは。 That's the one we care about. これからですけど、今はとってもすがすがしい気持ちでいっぱいです。はい、二組ともありがとうございました。さて、いつまでも余韻に浸っているわけにはいきません。はるかちゃん、ティーセットのお二人、そして会場の皆様、心の準備はよろしいでしょうか。よろしいですね。それでは結果発表です。プリンセスリーグ2012、数々の戦いを乗り越え栄えあるプリンセスの座に輝いたのは、沢村春香。 Damn right. I'm kind of curious if the alternate version of this would have been if we said no.アルカちゃん、見事今年のプリンセスに選ばれました。アルカちゃん、私、そうです、君が今年のプリンセスですよ。 You did it. Well, we did it. Now look at the crowd. Now looks like theyrePart of a PlayStation 4 era game. さて、はるかちゃん、プリンセスとしての最初のお仕事をしてもらいましょうか。 16-bit or 30-bit 会場に来ている皆様、そしてテレビを見ているファンにメッセージをお願いします。はい、わかりました。 So who knew Yuharuka could sing like that, you know?
Hard work. 何もかも未熟な私が今ここでプリンセスになれたのは応援してくれた皆さんのおかげです。会場にいる人、テレビの前で応援してくれている人、私を支えてくれている人、皆さんの思いが伝わってきたから私も信じることができました。どんなに遠く離れていても思いを届けることができるんだって。私の思い届いたかな。お送りしてまいりましたプリンセスリーグもそろそろお別れの時間となってしまいました。会場の熱気も冷めやらぬ中ではありますが、この辺で失礼したいと思います。それではまた来年のプリンセスリーグ。Okay, so I didn't get a chance to get this time. Okay, sorry. Last time Yoda's came up, I didn't get a chance to look at it, but it actually does show T-Set and Haruka there on the credits. That's very interesting. Goodbye! See you next time! Okay, so I'm going to pause this real quick. So I'm going to look up, see if I can get a summary of what the alternate version of this would have been. Okay, so apparently the only thing that changes is you can't get 100% completion until after your premium venture. Oh, apparently we can go to the main menu in memories to see it. So there's one, it should unlock. Oh, so there's actually win and lose cutscene. Okay, so after we get through this section, we're going to take a look at that. Because I'm very curious to know what it looks like. Okay, as soon as we hit save point, we'll go back and go and take a look at that. So I'm very curious now. It's probably quicker than trying to find a summary. どういうつもりや。まだなんか用か。さっきのステージ、オンエアをチェックしたわ。それ見てさ、ここで黙ってあんた返したら。Are you gonna get a dance battle? 何する気や。違う。言っておきたいことがあるだけ。悔しいけどさ。あんたのパフォーマンス、見てて引き込まれた。One dance off and they finally quit being bitchy. 私たちも楽してここまで来たわけじゃない。だからわかる。あのパフォーマンスができるようになるまで、どれだけ練習を積まなきゃいけないか。That flawed did it one time. What's the difference? 相当の根性がなきゃ、ああはいかない。あんたら。それだけよ。それじゃ。ありがとうございました。私多分化粧戦があなたたちじゃなかったらここまで頑張れなかったと思う。だからやっぱバカよあんたは。えねえあずさ、そんなんでいちいち泣いてたらこの世界でやっていけないよ。でもそれがあんたの魅力なのか。でも私たちにも別の魅力があるってプライドあるからね。そう思います。
それじゃあ、もう行くわ。またね。So he was spying on it. はい。Wonder what his thing on it is now. Is he gonna be happy to quit being bitchy? Is he gonna encourage him to be ruthless again? 見直したわ、ほんまに。ええ。さあ、帰んで。戻ったら事務所で祝勝会やろ。ええな。はい。Of course, we can't just be right next to it, huh? I really don't understand why Akiyama would just not go straight to Sky Finance from Yosaka Town. Now, why wouldn't he just you know, be up, dropped off there? どちらさんの the way around? ですかね。先ほどお電話差し上げたものです。お待ちしてましたよ、秋山社長。勝手に人の事務所。秋山さん。もう一度聞くぜ。警察組織の人間。Did we see him last game?まず私の話を聞パクを殺した犯人はだそこまではいい続けてくれマネージャーの堀尾今回の事件裏でいい大阪工業いやこの専務をしている金井家門と我々家金井荻田と一緒に行動していた人弁証なるほど我々警察は事件後彼らを本当かいあんたの目的忠告はし Okay, I'm gonna look at this guy up. I'm pretty sure we saw him last game. Alright, so Sarazawa.Okay, apparently this is not the guy from last game. Wait, who was the one in the last game then? You know, he was harassing Kiryu and I think Sejima? No, wait, what, he may have been there. He actually may have been in this one, the one I'm thinking of. Damn it, now I'm actually kind of confused. Like, I'm pretty sure that cop we saw was either in this game as, during Sajima's story, or last game during Sajima or Kiryu again. Let me see. Okay, yeah, I'm actually really confused now. As you can tell from, probably can tell from the upload dates and everything, we've been kind of dragging our heels on this. I kind of forgot if we saw this guy earlier, this one or not. But yeah, I swear I'm pretty sure we did run into him earlier in this story, or, yeah, someone looks like him in the last game. もう勝ってまっか。また?そうやんた。そうや。大海を壊す知るんは。グッド。はあ。実はさ、大海連合。大阪工業や。答えは。これはただ。なるほど。何を調べようとしてんの。Bring it, chumps. Oh my God! He even uses Kiryu style, brawler style. What the fuck?I didn't notice that at first.
Bunch of chumps. 何する気？あんたには関係？確か、そう、そこ。ん？そらそうや。ん？まあ、専務ともなれや外回り。デスクワークね、いずれにせよ。いいよな。わかった。やっと行け。We should probably go get some items. Can we get... Let's see. Yeah, let's stop by the drugstore. Didn't go onwards because we have nothing. Okay, all the way down the street. That's something I like about the Yakuza games. They almost never change the store locations. So if one exists in, say, Zero, then it exists all the way down here. Most of the time. Out the way, people. I found it. You know, is it really too much to ask for you guys to, you know, get the fuck out the way? いらっしゃいませ。I guess that's just, heat maxing.ありがとうございます。Oh, screw that up. いらっしゃいませ。Didn't have the money to straight go for Stamina Royale.ありがとうございました。God damn it, that's a round down. Come on.
の負けだ。見逃してくれ。おい、あんた、待てや。I see we're gonna have a lot of jackasses on the way to our taxi. We're just gonna start failing some of these just so we can get charge of heat faster. That goes all for animation. Who's that screaming at us? That could be useful later. Alright, so after we reach chapter 4, you know, after we complete this chapter and start the next character, then we'll go back and go and look at the cutscenes for Lucy. What the hell is this place? Looks like a dump, literally. Naruhodo. Kouyu basho na wake ne. Yeah, you mean by that, Akiyama? Kankei-san以外. Kanai-san って人に用があってお邪魔。Kanai やと。やっぱりって。ここの専門家。No shit. You think they're a cop? なんだよ。こうなったらどう言い訳しても部がま。いわゆる参拝でしょ。そこまで分かっとんなら話、お前の死体。I'm going right past you, that's where I'm going. Anytime now. Look, I'm trying to do this. Come on. There we go. Thank you.
Came in like a wrecking ball. I'm sorry, I had to. There we go. Or not. Oh, wrong. That's the wrong heat action. That was the LU one. AOE heat. There we go. Still think that looks like some WWE shit. Just charging at people. Kinda like a Kofi Kingston spot in a rumble. So we got the super art ready. Just a matter of finding someone to use it on. Did it just respawn that we cleared that spot? Okay, there we go. Guess there was one that didn't quite show up yet. Budget Majima. My, 確かあの時ダイナチアにいた。どうして？お前、その怪我。Like he got made an example out of Jesus. 金井にやられたんや。金井に？お前ら仲間だったんじゃないのか？Yeah, it looks like you're gonna have no choice in the matter, buddy. I ain't got to shit. Wait, oh shit! パクを殺したのは
Oh my god, I thought he just got like bloodied up on his armor. I didn't realize he took his fucking hand. Jesus. おまけに途中で消え、それが普通だろう。何をもってし、その恨みでパク社長。あるもの。パクが。なんだそりゃ。連中はパクの手紙。金井っていう。ああ。でもあいつは口を割らずに逃げ出そうと、そう思って夢中で、それクソ、自殺の偽装は全部か他殺の証拠、その間になんとか手紙を、だから自殺、堀江をこ手紙のありかを吐き出させよ、そしてもみやパクさんの別れ、そこまで俺が知ってる。Okay, so it's not Akiyama. I guess I'm wrong. Goddamn right, Akiyama. Let's do this. Yame toke. Hayaku kon. Kono mama tte. Kanai wa shite. Dattara tou sasete mo.ああそうかい、やるなら死ぬ気よう言う。
hate when these mini bosses take reduced damage. He attacks. Knock, knock! Cutscene, so boss is probably here. まさかこの時間来るとは思って。Jesus. やっと出てきたな。あんたのことを調べさせてもらったで。あんたを武器。ああ、そうや。あんた知らないね。そう。何？本気だ。秋山。 Touch her and you're fucking dead, fake Tyson. Last one go. Like I see him on the beautiful. Where is he? Oh. Where the hell did he go? The recurring theme for Haruka, she gets kidnapped.
ご苦労さん。で、手紙は見つかったんかいな。それが、このガキ、一言も口を聞こうとしないんで。だったらさっさと口割らせんかい。遊んどる暇ないんじゃ。You just matter, dude. You're already done. 足を吐けや。持っとるんやろ。ダサな社長の二の舞やさ。邪魔すんなや。God damn! Sucker punch. 俺もお前を相手に手加減できるほどの余裕はないんだ。会長。So he is involved with him. I'll be damned. God damn it. Random cows right next to each other. Come the fuck on. It's not funny. It's a shitty victory road qualifier. But wanting to participate in this, it should have been opt in. It shouldn't have been forced on the player. You know, got these jackasses just spawned all over the goddamn place. And again, forced into this. God, please, just come on already. Honestly, really, the worst part about the remastered game is not having control over your random encounters, except as Haruka. Get rid of the low-level Karina.大阪工業って組だ。はるかちゃんがその…そんなものだ、まず…ああ。はるかちゃんがどこ…失礼します。Dude, that's some timing. お前、
勝つよ。 Oh, that got solved quick. Haruka? Haruka? 眠っているだけです。怪我はありません。 Damn, well, better not be. どういうつもりだ？この度は御社の大事なお嬢さんを大変申し訳ございませんでした。私はね、秋山さん、大阪芸能の社長であると同時にもう一つ裏の顔を持っています。近江連合本部長直参、大阪興業会長という顔を。パク社長と堀江さんを手にかけた金井という男は私の部下です。お詫びのしようもない。ふざけるな。信じていただけないかもしれませんが、私もその事実を知ったのはつい先ほどなんです。ですが我々の目的はあくまで手紙だけ。パク社長の別れた夫を追う必要があったんです。何者なんだその男は。彼女の別れた夫、それは東城会の大幹部真島五郎です。 Holy shit! なんだと。 I wasn't expecting that. I seriously thought it was going to be Akiyama. But it's Majima? When the hell did that happen? Wow! 我々は組織を挙げて真島の行方を追っています。その真島がパクさんに会うため手紙を送っていた。我々はその中身を知りたい。I bet you there is something in, you know, Majima's story in Kiwami too that since we didn't do that, this would have tipped us off a lot sooner, I bet. なぜそう思う? Because apparently in that sub story, Majima actually reunited with Yuki, so that's something I regret not doing. Because I would love to see that. 私はそう見ています。あんたは一体。Yeah, it does explain why Akiyama was so ignorant of it, because he was never her husband. 十数年来の友人、いや、戦友とも言うべき仲でした。だから私にとっても彼女の死は辛く悲しい出来事なんです。はるかさんが目を覚ましたら、手紙を私に渡すよう言ってください。それがお互いにとってベストの選択です。Why do I feel like this is, gonna be like that film we got scared of? I just want to talk to him. I just want to talk to him. I just want to shoot him. できればいい返事を期待しています。これからどないすんの、秋山さん。Give up the fucking letter so Haruka stops getting in danger. ハルカちゃんが目を覚ますのを待つ。ただ手紙があろうがなかろうが。Damn right, get the fuck out of there. 俺たちに逃げ場はない。大阪出る気？明日の朝一番で、ハルカちゃんを連れてカムロ町に行く。Hell yeah, let's go back to Kamurocho. あそこなら東城会の力があるから、近江連合も迂闊に手が出せないし、何より彼女にはやらなきゃならないことがある。それって日本ドームでのイベントのこと？そうだ。それをやらなきゃ意味がない。何としてもパクさんの夢を叶えてやらないと。もともと東京に行くつもりやったけど、まさかこんな形になるとはな。とにかく今は遥ちゃんが目を覚ますのを待とう。わかったわ。Okay, that voice was too
low to hear. Who is this? もしもし。沢村春香さんですね。Oh. 大阪芸能の社長。パクさんが旦那さん、今。どうしてですか？君はパクさんを、まあ何を言って、それじゃ不本意ではありますが。脅迫？実は君のような素晴らしい才、その施設の前、桐生一馬。まさか君と我々大見連合、もし桐生さんの居場所がひょっとしたら、そんな。Yeah, don't press the orphanage button. That's gonna piss Haruka and Kiryu off. どうでしょう。君のアイドルと本来なら、でもどう。わかりました。今後二度関わらないね。君とはまた現場、まあその時私に向かっ、それ手紙の受け渡し、信用、ええ、私もスケジュールが詰まっ、申し訳ないがそこまで私に来てほしい。ああそうそう、うん、約束します。 Yeah, I call bullshit on him actually doing that.気分はどうだい、はるかちゃん。大丈夫です、もう。怖い思いしたね。俺がついていながら、すまなかった。いえ、そんな。ねえ、はるかちゃん。パク社長の元旦那からの手紙って君が持ってるのか？ええ。場所は社長の金庫の中に、帳簿が入ってた金庫です。鍵はこれです。待ってて、持ってくる。参ったな、あそこにあったのか。俺も迂闊だったよ。 You could just fucking ask earlier, Akiyama. はるかちゃん、手紙はもう読んでない。 Sarah, you were right there when she opened up the safe. 読んでません。そっか、差し出しにはね、君も知ってる人だったよ。え、真島五郎、東条会の大幹部、真島の組長がパクさんの別れた旦那だったんだ。I can't remember when in Yakuza 4 he actually met Majima. 勝也の狙いは手紙の中身。He may just be familiar with him due to Kiryu. 行方をくらませている真島組長の居所だったんだ。奴らは真島さんの手紙を渡せと言ってる。あったわ、これやね。この手紙、私が預かっててもいいですか？いや、しかし、いや、それじゃあ君が狙われ続けることになっちまう。大丈夫、私に考えがあるんです。 Yeah, she wouldn't be curious kid if she didn't have a plan. 任せてもらえませんか？そうか、わかった。じゃあ私、今日はもう家に帰ります。なんだかちょっと疲れちゃって。ああ、ほんなら私が車で送るわ。心配ないですよ、もう一人で大丈夫ですから。そう、あんまし無理せんと、辛い時は辛いってちゃんと言うんやで。はい、ありがとうございます。それじゃあ失礼します。秋山さん、どないしたん？はるかちゃん。She's gonna do something stupid, don't worry. 目が覚めた後。ひょっとして。どうした？さっきはるかが目を覚ます前。新大阪駅？本当にそう言ってたのか？他に手がかりは、すぐにあ。Alright, let's go.God.
Damn it, why are they right here? Again, why was this not an opt-in system? It just makes no damn sense. Oh, it's, okay. I wonder what the icon was. I think that's, related to the VR thing from the last couple of games, yeah. Another one? Seriously? Whoa! I don't know what that was. That looked really cool. Like, I know that was a long strike, but I didn't know he could actually, you know, throw people with his legs like that. That shit looked straight out of fucking Final Fantasy. Like, that wasn't even a goddamn DBZ or JoJo shit. That was, looked like something you would see a Final Fantasy, you know, raid boss doing. Like, shit, that's Byakko right there, okay? Let's go. I want to finish this out. この列車は大阪工業の貸し切りや。あんたも乗るんか？勝谷社長は？おらへんで。さあ、手紙を渡してもらおうが。嫌です。私が約束したのは勝谷社長です。でも一人で来るって言ったのに約束を破った。もう手紙は渡しません。ごちゃごちゃ言うなよ。そもそも会長のやり方は甘い。わしらその手紙一つのために散々振り回されとんのや。この後に及んでも偽物捕まされた日には無駄骨もいいとこや。わかった。渡さんのやったらお前ごとさらうまでや。さっさと乗りや。そんな。いいやないか。どうせこないな状況じゃデビューコンサートなんかできへんのや。わしらに東京観光の案内でもしてくれや。手紙もろた後でな。ん？何よその顔は。まさかまだコンサート諦めてなかったんか。ガキのくせにどこまで強欲やね。Did you have a stun gun in there or something? No. 手紙はそんなかやな。いや、返して。これやな。間違いなさそうや。返して。よし、ほな行くで。Why do I feel like she pulled a fast one on him?もう走るとしんどいね。
I know that's your Nakayama. Yeah, you gotta stop fucking smoking. Like, y'all been lighting the fuck up ever since Zero. You're just now noticing the effects of it? Like, goddamn, come on! Haruka-chan が日本ドームでコンサートすることは、パク社長にとっての夢だった。そしてその思いは、俺が受け取った。その子の夢は、俺の夢でもあるんだよ。なんやそれ。お前らの世界にもあるだろう。親の夢を子が継ぐ。最近のヤクザったら、そんな教育もしてないのか。貴様。夢ってのは、人から人へと受け継がれていくもんなんだ。だから、はるかちゃんの夢を、お前たちに潰させるわけにはいかない。Damn right, Akiyama. Let's fucking do this. 青臭いこと言いよって。この世界、なんぼ夢見ても、力のある者にはかなへん言うことを教えたるわ。おう、お前ら、このガキ痛まだれ。 Kanai here is saying the same shit Mr. Shakedown did, and we beat the shit out of him with a fucking baseball bat.Many times. Woo, that was a little too close.Damn. Ooh. Curb stomp.Someone use a beast style, he's so fucking fast. Like, I'm like, wow, what the hell? Holy shit! You get rid of your fucking monkey buddy over there.Okay, so he's just got no attack delay, because that makes sense.And if you break his guard, he stun locks you. That's kind of fucked.Again, why does his guard break like that cause his AoE stun? That's kind of fucked. Okay, I'm gonna look up and see if there's like a strategy or something that I'm not doing
because this is kind of stupid that he could just stun lock, you know, stun you when you do what you're supposed to be doing. Okay, so it doesn't actually say anything. That's kind of messed up. It just says, use all your best heat actions. Like, come on! That's all? Seriously? Okay, so let's try to get our heat oxygen. Can't even get a prompt up, huh? So he just blocks every fucking thing. I haven't seen a boss be this ridiculous in a while. I guess it's long overdue. That's something that's just not designed well. Again! Why does he have a goddamn stun? That does not make any fucking sense at all. Sorry, I had to, there we go, reiterate something. It does not make any goddamn sense for him to have a stun when you break his guard. He's spamming, he's going to spam block, so why would you not? He's just staying in perma-heat mode. I can't get him out of it. I kinda wish I had the weapon now. Yeah, I think it's only because he's in heat mode. He wasn't doing that shit until, you know, he got in it. And he's like, I guess it's perma heat mode where it's not run out. Oh, so we can throw him. There we go. That's really counterintuitive, you know? Because normally you can't get away with throwing bosses. It's a scripted fight, isn't it? God, I hate that. I honestly don't like that. You should be able to straight, you know, skip some of this crap. You know, I don't like any game. Oh, sorry. Alright. There we go. I don't like any boss fight in any game where it's scripted to force QTEs. Depending on the game, it can be either incredibly easy or incredibly fucking annoying. Like, let's look at, you know, Lords of Shadow. That has some fucking annoying QTEs in it.
Oh, well, apparently just take him out first, and then you don't have to fight the others. Akio. Cool. だけど、さっき言っただろ？それがパク。夢ってのはい。それに、それよりは。わかります。コンサート。そうか。この新幹線に乗ったら、東京で、タクシーで東京。はい。It's amazing how they never think to go after the taxis instead of the... Also, Katsuya was there. What the fuck?Hell is that about? 会長、すみませんでした。Ain't no forgiveness where you going, buddy. 行動した。沢村はるかとは、俺が一人で会いに行けば手紙を渡すよう話がついていた。そのことはお前も知っていたはずだ。それはまたあの秋山という男が出しゃばってきよると思ったもんやさかい。俺の手に余ると。ちゃいます。ただ、わしらも予防線張っておこう思て。だがその結果、お前たちは秋山に敗れ、手紙を手に入れることもできなかった。まあ、お前も組のためを持ってやってくれたんだ。それを責める気はない。元はといえば、俺が片木の仕事に手一杯で、極道の仕事は任せっきりだったのが原因だ。いや、そんな。チャンスはまだある。次こそ逃さなければそれでいい。He's about to go all mice and men on him or something. Oh shit, he is! 芸能界で仕事してるとよ。顔が気になって仕方ねえんだ。アイドルってのは、所詮ただの幻。中身どうであれ。ファンの目に映るのは外面だけ。 Is he about to just, okay, this little tiny guy's gonna kick, yo, man, should choke out someone's neck like Mike Tyson in his prime, seriously? 人を引きつける何かが顔ににじみ出てるかどうかで判断する。顔が大事なのは極道も同じ。いくら脅し文句並べたところで、顔に怖さがにじみ出てなけりゃ、片木の人間はこれっぽっちもビビりやしねえ。ましてや沢村遥はあの桐生一馬に育てられた少女、それこそ極道なんて見飽きてるくらいだろうよ。お前があのガキを脅した結果どうだ。ビビって手紙を差し出してくれたか。違うよな。ビビるどころかますます渡してくれなくなっちまった。She wouldn't be curious kid if she pussied out like that, you know? 俺は全然怖くねえんだよ。沢村遥に舐められてんだ。極道ってのは人に恐れられてんのだろうな。脅すんだったら一度でちゃんと決めてこいや。おう。Oh, in his eye. Well, I guess you'll have an eye for details next time.こうなったらどんな手を使ってても手紙は奪い取る。 If you didn't think that joke was coming. 俺たちも東京に行く。はい。それにしてもまさかこの俺がここまで熱くなるとは驚きだ。あれだけ極道という世界が嫌いだったのに、目の前に近江の跡目という餌をぶら下げられたら食いついちまうんだからな。会長、真島は俺が必ず始末する。きっちりとな。And he fell asleep. Hmm. 日本ドームでのコンサート終了後、お会いできること
楽しみにしております。当日は一人で参上するので遠慮は無用に願います。真島五郎。社長。And we got achievement. All right. Okay, so let's, oh, we're gonna have to, okay, so we can't, we go to the main menu from here. Let's see, Okay, yeah, we would have to skip the cutscene in order to get to, so we'll just open this up and then, look, you know, we'll go to the, cutscenes for Alternate Princess League once we get control of this guy. So, baseball player?2アウト。ワイバーンズの代打は品田達夫です。東京都出身の22歳。4年間のファーム生活を経て今日一軍登録されたばかりのバッターです。この局面で守備の要ともいえる酒井選手に代わって初打席品田。いやー、藤田監督随分思い切った采配ですね。そうですね。酒井選手に何かねアクシデントでもあったのか、もしくはこう延長を、ね、見越しての策なのか。なるほど。まあどちらにしても何か別の意図があっての代打と考えるのが自然でしょう。さあ、ここまでワイバーンズ打線を抑えているギガン澤田投手にとっては長打を警戒さえしておけばいいわけですから、ここで一安心というところでしょうか。さあ1球目を投げた。左へ切れた。ファウル。サード投手としてはここは長打は避けたいところですからね、はい、それに今日のカーブ切れいいですよ。自信があるんでしょう。さあ澤田、2球目どういった球を投げるんでしょう。2球目を振りかぶって投げた。またカーブ、うまくカットしましたね。ファウファウファウ。What the? I don't know about Japanese baseball rules, but I'm pretty sure in American baseball, he'd be getting retired right about now. Or rather, not retired, but he'd be switched out. そうですね。ここまで全てカーブの澤田。一発を狙うバッターの心理を読んだ見事な配球と言っていいんでしょうか。まあでも篠田選手も徐々にタイミングが合ってきましたよ。完全にカーブ狙いですね。7球目。Whoa! You can feel that! 打った！大きい！大きい！ノー！ God damn! 入った！ホームラン！来ましたね。いやー、大きいホームラン！なんというドラマ！今日一軍に上がったばかりの品田。プロ初打席。Let's just say that ball is still traveling. さよならですよ。カーブ連投の後のストレートですよ。普通のバッターだと差し込まれるんですけどね、よく打てましたね。ワイバーンズの新たなヒーローが今夜誕生しました。ワイバーンズ品田、品田達夫。What an intro.いるんだろ。おい、開けろ、こら。おい、ほら。Like a bit major league in here, the film. 品田、今回は絶対返すって約束だろ。おい、こら。早く開けろ。God damn! こら。聞こえたぞ。もうちょっと待ってよ、宇野さん。あ、やっぱいるんじゃねえか。ドア開けろ、こら。そんなに怒んなくても、
俺と宇野さんの中じゃん。This feels like somewhere between Major League and Kingpin. Just this, this entire vibe here. That's not a bad thing. Those two are very good movies. You know, very funny movies to me. But this is what it feels like to me. Like somewhere in between those two. なんだよ。どういう意味だよ。金の切れ目が縁の切れ目って言うでしょ。完全返済なんて俺まだしたくないの。This has definitely got vibes of Major League and Kingpin. This definitely got vibes. Oi! 開けろ！ほら！開けろってば！Oh shit! Is that Kuzey? お宅も切り取り。時間かかるなら打ち合わせなそうか。Holy shit! No. Oh. じゃあ俺も手伝おうか。大丈夫です。Is that Kuzey? もう帰るんで。It's like a younger one. 品田、出た方がいいぜ。本業さんだよ。おい、品田。高杉さん。いやさっき大家さんに会ってね。ここの大家さんいい人だね。家賃を代わりに取り立ててあげるって言ったら喜んで貸してくれたよ。いや困るな大家さんったら。今日振り込もうと思ってたのに。You know, for a guy who appears to be out of work, he's kind of jacked. ダメじゃない。肩着同士でお金の貸し借りしちゃ友達なくすよ。そうっすよね。さすが高杉さん、いいことおっしゃる。でももっとダメなのはよ、本業から借りて返さねえことだよな。しなだ、今日が何の日か忘れたんじゃねえだろうな。覚えてます、覚えてますよ、利息の返済に。だよな。うちの下の子の財布だってもっと入ってるぜ。Damn! 小さんだけどよ。Whoa! Whoa! That's cold! これは恥ずかしい。ひなだ、風俗ライターなんて食えねえ仕事してねえでよ。俺がもっと割のいい仕事面倒見てやるよ。Damn! I'm kind of feeling attacked here. 今更マグロ漁船なんて王道じゃないっすよね。以前借金の方に小さな板金屋の権利を抑えたんだが、社員不足でな。板金屋？そんなに稼げるんですか？うん。金属の板をプレス機の上に乗せるだけの単純なお仕事なんだけどよ。ほうほう。まずはそこの正社員になる。で、仕事はすごく簡単さ。金属と一緒に自分の夢をプレスして落とすんだよ。ほうほう。え、社員になれば労災適用されて指一本だいたい30万くらい保険金が下りるからよ。お前の場合だと1本2本3本おまあ関西しても鼻くそくらいほじれるだろう。いや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 、紹介はありがたいんですが、 ほらほら今日の夕方取材一件入ってるんで、ちゃっちゃと原稿書いてギャラもらって、そしたら高杉さんとこに直行しようと思ってたんすよ。ほう、関心じゃねえか。でしょ、さすがに利息も返せないんじゃやばいことぐらい俺も分かってますよ。だったらよ、なんでこんな時間まで寝てんのよ。 That's a good point there, buddy.シナダ、あんまりクロートの金貸し舐めてると出すとこ出すからな。出すってどちらに？俺はその気になりゃ名古屋組にケツ持ってもらうことだってできんだぜ。やだな高杉さん、ご冗談を。冗談で済ませてほしけりゃさっさと仕事してこい。 God damn!Okay, so do we finally have control?
Okay, we need to find it. Oh, he's got a really high up one. Okay, we need to find a save point so we can go and check a, you know, check the cutscene. Runs weirdly. Like, that doesn't look like a... I don't know. Oh, wow. Of course, the save points are locked off, huh? Okay, so we can't exit back out to the main menu from here, so... We gotta guess the story a bit. Now that I think about it, I probably could have saved back there, huh? Yeah, back at the hideout. But then again, yeah, I think you have to formally unlock it in order to do that. Oh, he's got no money. Figures. どうも。いらっしゃい。いやいや、て、もうあっちこっちの店からさ。でも安心して。俺がよ。え？知らん。店長でしょ。店の子のプライベート。女も40超えるといろいろは。まずいよそれ。まあたっちゃんプライベート。今さら体験取材しせんでも適当にかけるがね。ダメだよ絶対ダメ。一応きっちり体験してからか。プレー代経費で落とせるからって公私混同して。でも俺が言うのもな。まあそれなんだけどね。そりゃそうだわ。どうしても見る。ほんでも相当前だろうね。今月は何が何でも現在の。それに今日原稿料もらわないと俺の指が。Oh my god, this dialogue's crazy. どうした？実はね、私警備が美術品を運搬する警備中に今回賞金を払わんと。それは彼の上司なんかあると決まって名古屋軍警察に通った私下でごめんね。ちょっと待って今日取材久保田家とりあえずミルクちゃんは店長か。Okay, so let's see if we get the area unlocked a little bit. It appears not. And we can't go back that other way. Really don't understand this design. You know, this design choice.
どうも。何でしょうか。風俗り。こちらでミルクちゃん。ミルクちゃん。太ももクラブのミル。あ、とにかくね、あなたたちが今監禁してる社員。鳥山の件なら場違い。こっちはその鳥山迷惑をかける。風俗リアタイタ。おお。おちょくとん。手加減いらんわ。一気にやっとれ。You budget rent a cops。Whoa! That's kind of cool. Alright, chumps, come on, I want to get a save point. Toria? No? Han? Toria? Huh? 一回だ、こいつが今。保険やなんだで。弁償できなきゃ。その美術こいつだ。あ、世界のホームラン王掛川浩二、野球殿堂博物で、どうすんだ、そんじょそこらのに弁償。おいおい、おみゃ何勝手に。鳥山さん、これ大丈夫だわ。え、違う違う、素人が。掛川さんが使ってたバット、圧縮バット、1981年から使用禁止になってる。 Wow. 当時なら圧縮バットのはずなんだ。よう分からんけど、それは違うんですか。 So, 違う違う、圧縮バットってのは反発力を殺してないでしょ。あ、よく、ただのサインバットなんじゃないってこと。そうね。てめえ、疑うんだったら出すまでも。Well, fuck it. I'm just going to go to jerk off thinking of. 騒ぎだ。Yo, Jose Canseco, back. Tell me you didn't pay money for that. だったら話が早い。鳥山さんが壊した高価な美術、鳥山さんの責任とか。なんの。おい、美術品、俺は木。違うんだ。おめえ、また会社に来た仕事。ええ。Holy shit！ おめえが勝手に何やろうが構わんがな。Bro！ 俺。He's just fucking doing that。しかもよその方にまで迷惑かけても。タイムタイムタイム。そうですか。そんなら申し訳ございませんでした。 Jesus. Yo, these guys don't fuck around. もしもし、ね、姉ちゃんがパート助かった。篠田さん、姉ちゃんはどこのスーパーか教え。ああ、いやいや、そうだ、ごめん。はい、うん、
Man, this is taking a while, huh? Especially since it's opening. Yeah, I just want to save. Come on. We don't have that remote saving like we did in Kiwami. I think Kiwami 2 had it as well. So we're stuck either auto saving or. Well, we don't have an auto save, but we need to be able to save freely. So, so. Eyo. Yada. Tatsan. Azukashi ga ne. Kono obasan no shashin nante. Yappari mukashi no shashin wo.ダメダメ、そんなことしたらまた苦情殺到しちゃうよ。この間の写真、苦情来とったの？もう大変だったよ。 Why do I feel like this is gonna be 雑誌見てミルクちゃんを指名したことなんだよ。なんであんな写真使うんだ、実物の方が断然綺麗なのにって。はい、じゃあ今度は God damn that is an outdated reference. And what? Wait, she's about to be old? 女が女を捨てなければ。They call that old. Something's fucking wrong, you know? 初めて出会った15年前も綺麗だったけどさ、今日のミルクちゃんの方が綺麗だよ。だっちゃん。え？ありがとう。お世辞じゃないからね。うん。弟のこと。ああ、あんなのいいってことよ。Then again, those look like zip removers.これは外しておこうか。あれ、やだ、ごめんなさいね。そろそろ体験取材しましょうか。今日はお礼の気持ちを込めてよーけサービスしたるわ。それじゃシャワー浴びますか。Oh, he got laid, didn't he? That's a really fucking bad joke. And we still cannot get... Why do we not have free roam? Just allow us to get to save the fucking game, please! I shouldn't have to play 20 minutes into his story just to save. Then you'll see that or replay the entire segment. That's messed up. どうせあの闇、図星だろ。いつからあの闇金に借りてるんだ。闇金って高杉さんのとこから。ああ、あの人が金栄町に来たばかりの頃だから1年くらい前かな。あいつは相当ヤバい金貸したって噂だぜ。ヤバいって名古屋組とつながってるってこと？噂だけどよ。名古屋組って怖いのかな。それはお前こっちだもんよ。宇野さん、名古屋組の組員って見たことある？俺はねえけどよ。俺も金栄町に来て15年だけど、名古屋組どころかヤクザっぽいやつさえあんま見たことないよ。声でけえよ。でもまあ多分どっかにはいるんだろうよ。噂だと蕎麦屋の出前が間違えて名古屋組の事務所に入っただけで目ん玉くり抜かれたとか聞いたぜ。うん。とにかくこの辺じゃ泣く子も黙る組織って言われてんだ。そことつながってるようなやつから金なんか借りたらお前本気で殺されかねないぜ。あら、Come on、宇野さん、Let's get this 俺のこと心配してくれてんの。Oh, wait, you can't stop when you can skip it. 俺はそうだろう。お前が死んだら3万返ってこねえもんよ。Only 30,000? Seriously? ちゃんと返すっていつかは。いつかじゃなくて今日。なんでさ。行きつけの店に今日新人の子が入ったんだよ。どうしても一番に味見したくてな。それってシャチホコ娘のジュリアちゃんのこと？さすが風俗ライターよく知ってんな。宇野さんほんと新人好きですね。でもあの子って元マットマックスのナナコちゃんだよ。 This man, are we gonna go beyond Thunderdome?あのおばはん？店変えて源氏名変えただけ。マジかよ。あ、待て。
あれ、ちょっと編集長、いつもより少なくないですか。たけ、何回連続で締め切り破っとると思っとるんだ。でも印刷には間に合うでしょう。今時手書きの原稿なんてこっちの苦労も考えろ。嫌なら今度から仕事増れせんぞ。ああ、はいはい、わかりましたよ。豪華に焼肉でもって思ったけど、ここは回転寿司でセーブするか。He was fucking waiting there. Kuze 2.0 is just crazy. 回転寿司？ギャラもらったら俺のとこに直行するんじゃなかったのか。全額持っていくってのはなんとか。昨日から何も食べてなくて。おいおい、どうなってんだよ風俗ライターのギャラってのはよ。全額もらってもレシーブも足りねえじゃねえかよ。うちの娘のお年玉だってもっとあるぜ。Jesus, this guy is just roasting the fuck out of him. こんなんじゃ永遠に完済できねえな。いよいよ板金屋の社員だな。Oh, hell no. 保険金で元本返して、障害者保証で利子返して、ほら、宛名自分で書け。残金132,7534円と。1 million, Jesus. Yeah, ain't nobody helping you out of this one, buddy. You ain't got enough, buddy. Oh, man, I think you do. I'll be damned. Oh, so he gets drunk in style. Interesting.Okay, there's a save point up ahead. Cool, finally! Why? We're not trying to go... Okay, where is the batting center from here? I thought we were going the right way. Yeah, see? Apparently we cannot take a shortcut there. That's kind of dumb. I don't like that railroading at all. But for fuck's sake. Just let's go on with this. Get to a safe point. I can't even make the joke. It just makes it, it makes it for me.Really? As soon as we get to a safe point, we get another fucking forced cutscene. Oi, oi! Oh, great. He even looks like a fucking creepy stalker.
Oh, great, he's got a knife. Oh, so he's a weapon style. Interesting. Oh, and it's infinite? Nice. So multi hit. Finally, a goddamn save point. Okay, so this is, you know, dragged on a little longer than I wanted. Next session we'll look at the alternate cutscenes for Princess League. And then we'll continue on with his story. So thanks for watching and see you next time.